こんにちは、ラモです。パワープラプリやっていきます。今回は、桐桑学園デビュー大ガチャいきたいと思います。ということで、まずは、新高校来たらガチャからですね。ということで、やっていきたいと思います。で、今回のデビューガチャに関してですが、SR 確率が最初からアップしていて、そして、この4人のバナー出現率アップは、ちゃんと最初からしているようですね。で4体で 30% なんで、まあ、1体あたりが 10% ないくらいの感じですね。まあ、7.5% くらいの感じでございます。で、初回、バナナイン PR1 枚確定、2回目 SR 確定、3回目バナナイキャラ SR1 枚、4回目バナナイキャラ SR1 枚、5回目バナナイキャラ SR1 枚、この辺は前と一緒ですね。で、桐桑学園の SR 選択ガチャ券が1枚、で、PSR のバナナイキャラ1枚が2回やってっていう形で終わりかな。はい。で、新キャラの、沢渡まちちゃんが、一発逆転号と走力の上限アップ。ちょっと、まあ、どうなんでしょうね。固有でなんかついている可能性はありますね。練習改革。わからないですけど。で、宮田くんが一級入魂と内角筆談。で、補給条件ですね。で、シュバリエが9回の頭脳ヒートアップ、挑発及びヒートアップ。結構強いっすよね。で、守備条件も持ってると。いうところと、あとは、タラシャンがカンパ及び迷宮失墜。もしくは復活火消しにという感じですね。うん。で、肩とスタミナ上限。ということで、まあ、どれが当たりか全くわからないですが、まあ、大体女子キャラの方が強いっていうのが、もう僕のイメージではあるので、まあ、沢渡ちゃんか、タラスちゃん、まあ、特にマネージャー今回必要そうな雰囲気も感じているので、当たるといいなという感じです。行きましょう。いきなりピンクボール来い。お願いします！気持ちよく申告をやりたい。あーっと、根物引き炸裂。まあそうよね。はい。ということで、まずはマネージャー出ました。タラスちゃん。保有は見れないので、まあ、ここは。体力の消費量ダウンが今 20% ついてましたね。で、シュバリエは相当強そうですね、こっち。チャンスキャッチャーファッキーやべえな。ただ、初期評価は今 R で5だったんで、まあ、そんなに、こう、強いテーブルではないですね、初期評価に関しては。シュバリエかっけえ。フェンシングか。さすがフランス人。はい。ということで、行きましょう。ここは SR1 枚確定です。本当にさ、確定枠の中でさ、PSR 抜きたいんだけど、たまには。なんか記憶がないんだけど、最近。その、確定枠で抜けるっていう。お！いいねー！ありがとう！ごねたら来た。ごねたら、タダスちゃん今回、あれかもしれないですね。ラブパワーの継続率アップ。いいですね。こういう完璧ですね。あとはまあ、ほんとイベント次第って感じになりそうですね。これはありがてえわ。めちゃくちゃありがたい。もうごねよ。どんどんごねていこう。っていうか、全然他キャラ来ねえんだけど。シュバリエ、おーということで、宮田くん来ましたね。安倍比、初級、冷静。なんか強いな。かわいいっすね、これ。ガンダ、これ欲しいな！ガンダの、モバイルバッテリーみたいなちょっと欲しいな。欲しいな感あるな。そして、宮田くんに関しても初級が5ですね。どうなんだろうみたいな。あんまり初級が高くなさそう。はい、ということで、バナー SR1 枚ですね。確定です。頼む！そう、PSR 欲しい。母体欲しい。母体くれませんか？お願いします。1枚。まあまあ、さすがに暗転で、沢田ちゃん出ましたね。で、盗塁、内野安打、打球の微走力ブーストということで、まあまあ、結構盗塁骨嬉しいですね。ちょっと、アスレティスやるかどうか分かんないですけども。で、敏捷ボナーと試合経験点のボーナス。てか、スペシャルダック130なんで、これ50で150つくやつですね。いつかの、イノと、あとは、1の瀬とかと同じテーブルになってるんじゃないかなというところですね。なるほど、こういうテーブルなの。ちょっと、どういうギミックになってるか全くわかんないんで、どういう風に捉えていいかわからないですね、現状。てか、めっちゃ出る。ピックアップは確かにかかっとるわ。はい。ということで、次行きましょう。次もバナナイキャラの SR1 枚確定です。ただ、確定枠以外で SR 出てないんで、ちょっともうちょい欲しいですね、正直です。お願いします。確定枠以外で出ろ。ここはまず1枚で。おー、いい。ちょ、なんか今日違う。今日、なんかいいよ。シバリエ出ました。ノブレス・オブリージですね。ちょっと正しい発音わかんないんで、フランス語なんで、ね、はい。技術ボーナスと筋力ですね。で、試合経験点、得意練習率アップ。まあ、初評価も60だとそんなに悪くないですね。
スペシャルダックも90あるんで、結構テーブル的には強い。うん、なんか強そうには見えます。うん、まあ実際わかんないですけど、使わないと。いや、いいじゃん。全然、確定枠以外で SR 出て、それがちゃんとピックアップキャラっていうのが、まああんまり久しく、こう、なかったので、すごい嬉しいです、普通に。はい。ということで、5回目、行きましょう。頼む！複数枚出ろ。複数枚、複数枚、複数枚、複数枚！いやー、いいね。あー、シュバリエですね。当たりかどうか全くわからん。そこが難しいところ。めっちゃ出る！はー。ありがとうございます。いや、今日、すげえわ、マジ出るわ。めんどくさいっしょ。で、臨床ボーナスですね。臨床ボーナス。試合経験点 20%。なんかこれ、カイル・モラレスと同じ感じのテーブルですね。やる気150あって、試合経験点ボーナスが45で20%つくみたいな。ところなので、まあ、までの道のりがね結構長いんですよね、このテーブル。いやー、ありがたいわ、全員出たわ。全員出ましたよ、すごいな。はい、ということでここは、SR 決定です。チケットが確定です。お、頼む、キラン来い。キラン、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 キラン。あー、来ない。ちょっと期待したんだけどな。まあ、まだチャンスある、まだチャンスある。シュワーって来い、シュワーって来い、シュワー、シュワー。おー、全然いい。全然いい。全然いい。ていうか、ハブキ君って、あれだったのか。普通に常設だったのかっていう事実。ハブキ君ってか、限定じゃなかったか、気のせいかな。はい、ということで次、バナナイキャラの PSR1 枚買ってですね。わかんないけど、まあ、マネージャー欲しいかな。ちょっとマネージャーだと使えるかな、そのまま。タダさん、お願いします。まあ、当たりかどうかはわからん。お願いします。3枚ぐらい出てもいい。おー、なるほど。これはわからん。宮田くんはな、どうなんでしょうね。若干影薄そうだからな、このメンツの中では。正直なんともわからない感じはありますね。全てにおいて優秀な外野手ではあるんだが。なるほど。まあ、かぶんないでくれればいいかな、正直。っていうぐらいの感じですね、正直。今はね。はい。ということで、次も、バラナキャラの PSR1 枚確定ですね。お願いします。頼む。ちょっとかぶりだけはマジでやめてくれ。お願いします。2枚。おー、シュバリエ。ということで、僕は、男性キャラ2人って感じでしたね。なるほど。いやー、ちょ、女子キャラ欲しかったなー。てか、スペシャルタック120すごいね。これ、ともえちゃんとかと同じテーブルか。なんか、こんな感じのテーブルでしてね。50になるとスペシャルタックいきなり激伸びするっていう感じのテーブルだったように思います。はい。まあ、これが、当たりかどうかわかりませんが、まあ、シュバリエは、キャッチャー強そうですよね、普通に。っていうのは、まあ、思ってはいるので、おー、全体。ただですね、どうなんでしょうね。わからない。はい、ということで、一旦これで、ガチャパートは終わりかなというところなんですけど、解放を多少なりともやっていきましょう。いや、どうなんでしょうね、実際問題。誰が当たりかわからんけど。これが、この二人が当たりであってほしい。ま、どうだろうな。ちょっとなんか、ちょっとなんか怪しい感はね、僕の中ではありますね。いや、触ったりがあったりな気がすんだよな。まあ、気がしているだけなんで、全然現状はわからないんですけど。解放が、多分そんなにできないよな。結構出とるな。君は SR45 で正直いいんだよね、僕の中ではっていうのと。まあ、あとは被んなかったんで、それはまあ良かったかなっていう感じですね。うん。誰も彼もまともな解放はできなさそうということで、まあ一旦ここで終わる感じかなというふうに思います。あとはまあ、しっかりとね、桐桑学園のサクセスをやっていって、こう、どういう感じかっていうのを見ながらね、皆さんとね、わちゃわちゃできたらいいかなっていうふうに思います。ぜひぜひ、このガチャ引かれた方は、ガチャ結果とか、あとはこのキャラクターたちにね、寄せる期待感などをコメントしていっていただけたら嬉しいかなというふうに思います。
今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。